山さん、今私ね、はい、まあ、今議長という立場で采配振らせてもらってるんですけど、はい、今話題になってる、はい、やっぱこう 議会での議場での居眠り、山さんもあれですよ、現役の時は居眠りされる人いました？居眠りだからね、あの川崎はあの僕がいた時すでにインターネットで生中継したんだけど、あの引きの画像だと寝てる人がいるとまずいんで、もう喋ってる人だとこのなるほど、ね、ズームインになっちゃう。いい方法があるんですよ、議長としての采配で。あら、どうしたんですか、それは。いや、 やっぱりあの昨夜市議会でもですね、はい、やっぱ今テレビ入ってるんで、はい、ある時やっぱどうしてもやっぱりこうね、やっぱ寝てる議員を何とか起こさなきゃいけないということで、それでやったのがですね、はい、暫時休憩を入れるんですよ。あ、なるほど、ちょっとリフレッシュと止まりますね、はい、時間が。あ、暫時休憩。なるほど、そこでみんなこっくりしてる人の方が。そう、うん、なるほど。で、体調の悪い議員は、外に出てくださいと。はい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 。そうすると、起きる、うん。あ、なるほど。はい。だから今、まあ私も今、あの、北総市議会のね、はい、議長会やってますけど、はい、これすごく私やってよかったと思って。ああ、それはいいことですね。そうです。で、あと、流山市なんかは、うん、あの、休憩を入れて、体操するという、取り組み、うん。なお素晴らしいですね。まあでも、なかなか体操っちゅうとやっぱり難しいんでね、やっぱりやばいなと思った時は、即、暫時休憩入れて、体調の悪い方は外に出てくださいと言えば、なんとなく、そうですね、カメラの方も対応できる、うん、体調悪いんだなと。ああ、そうそうそう。でないと今国会中継なんかですごい問題になってますよね。そうなんですよ、高い給料もらってって言われちゃいますからね。だからこれはやっぱり議長の腕の見せ所、ね、そうなんですよ。まあ私がやっぱりこう議長になって、はい、まああの普遍的な、はい、あの議長采配という形で、はいはいはい、これ暫時休憩、体調の悪い方は外に出てください、うん、これをですね、なるほど、全国に広めていきたいなと思ってます。あ、いいですね。そうしたことして議長としては、ね、いや、それは議会がやっぱり信頼得るようになりますからね、はい、これはだから地方議会、県議会、国選も同じだと思いますんで、うん、国選も暫時休憩でいいじゃないですか、ね、暫時休憩、うん、今度ちょっと提案してみたいと思います。議長よろしくお願いします、はい。